こんにちは。麹町学園で理科主任をしております甲斐明彦と申します。麹町学園では2021年4月よりアクティブサイエンスという取り組みを始めました。この取り組みの大きな狙いは、今子どもたちに求められている探究の力を育むことです。自ら疑問を立て、課題を設定し、仮説を作り、実験や観察を計画して取り組むこと、結果をまとめて考察をしてそれを表現すること、この一連の過程をスムースに行う資質は理科だけにとどまらず、全ての学問において求められます。また将来仕事をする上でも、新たな企画、サービス、商品開発を考え実現したり、世の中をより暮らしやすくするためや、社会問題、環境問題を考えたりする上でも求められるものです。麹町学園のアクティブサイエンスは、人生のさまざまな場面で問いを立て、問いにしっかりと向き合いながら生きていける女性を育てる一助として、豊かな人生を自らデザインできる女性の育成につながると考えています。小中学校で学ぶ理科は、まさにこの一連の流れを体験し、素養を身につけていくための学問と考えています。ただし残念ながら、入学時の子どもたちの中には、あまり理科が好きではない、すでに理科に苦手意識を持っている子どもが一定数います。小学校の理科は細かい理屈は説明せずに、ただ身の回りに起こっている現象への気づきを体験させる内容です。太陽は東から昇る、ただこのように現象を言葉だけで教えます。中学受験に向けて塾通いが始まり、子どもたちは模試の準備を始めます。中学受験の模試は簡単に満点が取られないように練りに練られています。塾では小学校では教えなかった理屈を必死に生徒に教えるわけですが、点数として現れ、テコが苦手、月の満ち欠けが嫌いという苦手意識が芽生えていきます。得点による序列化が始まってしまうのです。得意なものは好き、苦手なものは嫌いという勘違いが生じているように感じます。そのような子どもたちの意識をリセットし、探究心を養い、理科の好きな子どもを育て、さらには全ての教科に波及させようというのがアクティブサイエンスの狙いです。理科は身近な学問です。理科は教科書を学ぶものではなく、身の回りの現象を学ぶものです。太陽は本当に丸いの？なぜ空は青いのに夕日は赤いんだろう？雷ってなぜ落ちるんだろう？電気って何？夜になると眠くなるのはなぜだろう？私たちの周りには、子どもたちにとってのたくさんのなぜが散らばっています。それらは全て理科の問いと言えます。この問いは自然科学の現象に興味を持つことから始まりますが、興味を持つためにはより多くのものを見て触れて考える時間が大切です。身近な素材や教材をできるだけ扱うようにし、気づく力と考える力を育みます。授業は中学すべての学年において週4時間の理科の授業のうち2時間を連続の授業とし、じっくりと問いに向き合う時間、実験や観察を行う時間とし、生徒主体の活動時間を確保しています。実際に自分で考える時間を与えてみると、教科書の説明や表現の中にも生徒は疑問を見つけてきます。透明というのは色の名前だろうか、二酸化炭素は空気より重い、ならば空気と二酸化炭素って何が違うんでしょう、なぜ私たちの体はたくさんの細胞でできているんだろう、空気が乾燥するという冬に窓の内側が濡れやすいのはなぜだろう。私たちはこういう生徒たちの問いに対して答えはすぐには返しません。そしてできる範囲でその中の一つ一つを身近なところから実験や観察で確かめていきます。本製品のシラスはエビ、カニが混ざる漁港で採取しています。なぜこんなことが書いてあるのでしょう。これを生徒自らが学ぶ場に与えてみます。電気の正体は、私たちの体や全ての物質に含まれる電子。この映像は生徒が互いに iPad で撮影し合ったものです。このように実験実習ではグループ活動も積極的に取り入れ、他者との関わり方も学びます。生徒が主体となって活動する授業内容を展開しています。実験観察の結果はうまくいっても失敗しても、その理由を考える材料となります。様々な考え方があることに意味があり、それを発表すること、認め合うことに意味があることに気づかせ、自己肯定感を高めていきます。世の中に自分の力を還元していく意識を養います。このようにアクティブサイエンスの精神を身につけることは、全ての学問に通じる力を身につけることにつながります。この力を育むことで学園の教育ビジョンを実現したいと考えているのです。以上でアクティブサイエンスの説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。